A3、B4、A4 のコピー用紙を使ってランタンを作ります。それぞれを正方形に切ります。スポンジで紙を湿らせてから色をつけます。アマニオイルを塗って透き通るオイルペーパーを作ります。綺麗これ。白いランタンも作ります。透き通った。綺麗。下に縮心分子を何回か取り替えて余分な油を取ると、手にもつかないオイルペーパーの出来上がりです。ランタンの形にします。裏側を向けて三角に折ります。もう半分の三角にします。ここに手を入れて開いて四角く潰します。裏側も同じように潰します。今度はここを開いて三角に潰します。すべての面を三角に潰します。ここを切り取ります。横に向けてこの角を中央の線で折ります。めくって同じように折ります。すべての角を折ります。よーく折り筋をつけて、今折ったところを全部開きます。今折って開いたところを内側に畳みます。よーく折り筋をつけて、最後はすべての角を折り下げます。指を入れて底を作ります。